水着でありながら神聖なオーラが。まさか水の精霊。運動音痴の私にしては頑張りましたよね。でもできれば勝ちたかったな。そのプロデューサーさんにちょっとはいいとこ見せられたらよかったのになって。え、落下シーンが可愛かったですか？もうプロデューサーさんの意地悪。今日はとっても楽しかったです。こんな時間がずっと続けばいいのにな。はい、バッチリです。露出が多いからやっぱりちょっとだけ恥ずかしいですけど、でも衣装に合わせて髪型も変えてもらったので、なんだかすごく新鮮です。本当ですか？嬉しいです。これはいわば水の精霊の守護を得た姿ですからね。もちろん私は風の戦士ですけど、でも長い旅の中強敵とまみえることもありますよね。そんな時、新たな精霊の守護を得ることで眠っていた力が呼び起こされるんです。一つの精霊の守護しか得られないはずが、風と水二つの力を使いこなす、定番だけど大興奮の展開じゃないですか。やっぱり覚醒イベントは欠かせませんよね。魅力だなんて、冷静に分析されると恥ずかしいですけど、色？私色っぽいですか？そんなこと言われたの初めてかも。それならよかったです。プロデューサーさんの導きのおかげですね。次の封印の地まで、これからも私を導いてくださいね、プロデューサーさん。私そろそろ限界かも。ウォータースポーツってそこまで慣れてませんし、障害物レースがすっごくハードで、でも以前の私だったら倒れていると思うんです。ちょっとは体力ついてきたのかな。最後の撮影？そうでした。確か波打ち際ではしゃぐ撮影ですよね。
大丈夫かな。頑張りたい気持ちはすっごくあるんですけど、ちょっと不安かも。でも時間押しちゃってるんですよね。スタッフさんをお待たせするの悪いですよね。とは言っても、私にはもうパラソルの下で読書をするくらいの体力しか。はっ、こうなったら水の精霊に頼んで回復を。いやでも多属性の精霊とは親和性が。それってつまり、疲れた私でも取れるようなだらけた感じってことですか？そうですね。夕暮れの海、友達以上恋人未満の二人、はしゃいでしまって遊び疲れてしまった二人は波打ち際に寝そべってとか。友達のはずが急接近的な。それって反則級の王道攻略ルートですよね。はい、それなら激しい動きもないですし、今の私でも大丈夫だと思います。はあ、よし、残された体力を総動員して精一杯やってみますね。なんだか乗ってきました。